中野区最大の盆踊り大会、第8回中野駅前大盆踊り大会が15日と16日の2日間にわたり開催されました。今年は新型コロナウイルスの影響で人数制限をした上、中野セントラルパークカンファレンスが会場に。お祭りの模様はオンラインでも配信され、2日間で延べ1万回再生されるなど盛り上がりを見せました。中野駅前大盆踊り大会は例年、東京音頭、炭鉱節などの日本の伝統的な盆踊りから洋楽など最新の曲をアレンジした盆踊りが踊れるなど、老若男女が楽しめるプログラムを開催しています。今年はさらに新型コロナウイルスの影響で発表の場を持てなかった地域の卒業生たちが日頃の練習の成果を発表したり、今年行われる予定だったチャンプルーフェスタ、高円寺阿波踊りなどを含む全国の祭りを楽しむ時間を設けるなど、工夫を凝らしたプログラムが行われました。また会場には豪華なゲストが登場。初日15日は地元タレントバンバンバンさんと中川翔子さん、16日は TRF の DJ コウさんと人気 DJ のセリーさんが登場し、お祭りを盛り上げました。中野駅前大盆踊り大会実行委員長のアゲハ美嬢さんは、今年はこのコロナ禍で開催について賛否両論いろいろとありましたが、関係者や出演者、お客様のおかげをもちまして、なんとかネットと入場規制という形で開催することができました。来年もどのような形になったとしても安心安全を徹底してやりきりたいと思います。今後もさらに進化した中野駅前大盆踊り大会を楽しみにお待ちくださいと話していました。